こんにちは、ミントです。もうすぐ開幕する今年の F1 は日本のホンダのラストイヤーとなります。ヨーロッパのスポーツである F1 の世界に殴り込んだ極東アジアのホンダは、これまでに F1 で輝かしい成績を上げ、世界中の多くのファンに感動を与えてくれました。ホンダエンジンではあのネルソン・ピケ、アイルトン・セナ、アラン・プロストといった往年のレジェンドたちがタイトルを獲得しており、今年はマックス・フェルスタッペンがその仲間入りを果たすかどうかに注目されています。今年の F1 は大幅なレギュレーション変更がなく、多くのチームが昨年型マシンの進化型を導入するので、昨年レッドブルで2勝、アルファタウリで1勝を挙げたホンダ勢への期待は膨らむばかりです。今回は新車発表が行われたレッドブルとアルファタウリのマシンを見ていきましょう。ホンダ勢はまずアルファタウリが先に新車発表を行いました。これがアルファタウリの2021年型マシン AT02 です。昨年までの白ベースから紺色ベースになったので、第一印象としてすごくまとまったかっこいいデザインだなと感じました。昨年クレアの衝撃で勝手に開催した各チームのマシンの見た目コンテストでは、白いアルファタウリの AT01 が堂々の1位を獲得するほど見た目のいいマシンでしたが、それを上回るかのようなデザインではないでしょうか。アルファタウリは2トークンを使い、フロントノーズを変更したといいます。発表されたマシンを見ると、昨年型マシン AT01 と比較してもあまりノーズの形状に変化は見られないような気がしますが、開幕前テストでは違う形状の本物の AT02 が見られる可能性もありそうですね。昨年はレーシングポイントがマシン発表時とテスト初日のマシンは全く違うもので、いわゆるピンクメルセデスをテストまで隠していたという例もあるので、 F1 の世界では何があるかわかりませんね。そのため、あくまでこの AT02 はデザイン、カラーリングを披露するためのものとも言えるでしょう。デザイン的には、なんといってもリアウィングのホンダのロゴ、そしてフロントノーズが紺色ベースになったため、ホンダを含めた各スポンサーのロゴが生えたような気がします。マシンの正面から見ると、ホンダのロゴがこのように4箇所も見えるんですよ。今年のマシンには、ダウンフォースを減らすために、マシンのフロア後方を斜めにカットするレギュレーションが設けられましたが、アルファタウリはそのレギュレーションに効果的な対応ができたといい、すでに2020年のシーズン中盤レベルのダウンフォースが実現できていると言われています。そして、新人ドライバーの中で海外から圧倒的な評価を得ている日本の角田裕樹への期待感もあります。角田裕樹は、あるインタビューで今年の目標を聞かれ、ガスリーを倒すこと、と語っています。角田裕樹の速さ、安定感、適応力は多くの関係者も認めるほど素晴らしいものなので、わずか1日半のテストでもマシンにある程度慣れることができるかもしれません。それを考えると、昨年 F1 で初優勝を成し遂げ、ノリに乗っているガスリーと最強の新人ドライバーの角田裕樹というコンビは、中団チームとしては最強と言えるかもしれませんね。次にレッドブルの2021年型マシン RB16B を見てみましょう。まずエントリー名ですが、昨年までのアストンマーティンが消え、レッドブルレーシングに変更されました。レッドブルのマシンは毎年カラーリングが大きく変わることがないため、今年のマシンも昨年と同じようなカラーリングとなっています。アルファタウリと同じくリアウィングのホンダのロゴが目立ちますよね。そして今年から加入したメキシコの英雄セルジオ・ペレス効果で、メキシコの通信企業テルセルをスポンサーとして獲得し、フロントウィングのエンドプレートの内側の目立つ場所にロゴが貼られています。マシンの形状はアルファタウリと同じく、あくまで発表用の可能性があるため、昨年型マシン RB16 との違いはあるものの、開幕前テストに持ち込まれるマシンがどうなっているかに注目されます。記載エイドリアン・ニューウェイによる究極のマシンであることに期待したいですね。クリスチャン・ホーナーはこう語っています。F1 での最後のシーズンに向けて、
ホンダは新しいパワーユニットを導入する。それは大幅な変更が施されたビーストである。ホンダはもともと2022年に導入する予定だったパワーユニットをじっくり開発していましたが、昨年の F1 活動終了発表を経て、その究極のパワーユニットの導入を1年前倒しして、なんとか2021年の導入に間に合わせたといいます。つまり、ホンダが長年 F1 で培ってきた技術、ノウハウ、魂が、今年2021年のパワーユニットに込められているのです。レッドブルは昨年までのアルボンから、ペレスにドライバーを変えたことで、より一層王者メルセデスに立ち向かえる体制を確立しています。そのペレスは先日、2019年型のレッドブルホンダのマシーン、RB15 でテストをしています。ペレスはテストの後、こう語っています。トップチームのレッドブルのマシーンに、僕の名前が刻まれているのは特別なことだよ。間違いなく夢が叶ったんだ。当然ながらこれまでのマシーンとは全てが違うんだけど、このチームにはすごく多くの可能性があるのはわかるよ。それでは、RB16B についてのネットの反応をいくつかご紹介します。これが最後のホンダになると思うと、感慨深いな。数年後に、角田がナンバーワンドライバーになっていること、切に期待しながら応援したいですな。マクラーレンと組んでの電撃復活から、いよいよ参戦最終年とは、時の流れの速さを感じます。最初は散々な成績でしたが、今や勝負できるパワーユニットに仕上げた、ホンダの努力に、心から敬意を表します。最後は有終の美を飾れるように、ファンとして応援しております。いやー、アルファタオリのリアウィングが、ホンダロゴになっただけでも嬉しかったのに、レッドブルまでそうなるとは。パワーユニットの知的財産を売る対価として、オプションの権利だったのかな。リアウィング、ノーズ、コクピット前、ヘイロー、エンジンカウル、こんないいチームと巡り会えたのに撤退するんか?最後の最後に、ホンダロゴに変わるのは、ファンとしてはとても嬉しい。初戦からメルセデスに力の差を見せつけてほしい。日本グランプリで待ってるぞ。今年の鈴鹿は熱い。この2台のマシンを見た多くの日本人は、ホンダのロゴが、デカデカと貼られたリアウィングに感動したのではないでしょうか。昨年までのレッドブルは、リアウィングにタイトルスポンサーのアストンマーティンのロゴが貼られ、パワーユニットはホンダ、という不思議な光景が見られていましたが、今年こそは正真正銘の、ホンダのマシンということになりますね。できれば来年以降も、このロゴを F1 で見たいですが、無理は言えませんね。メルセデスは間違いなく強いはずなので、この RB16B で真っ向勝負を挑み、開幕戦から立ち打ちできるようなシーズンにしてほしいですね。頑張れ、ホンダ。それでは、次回のオクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。